本日もお仕事お疲れ様です。ザ・お父さんの秘密基地の K です。さて今回の企画はこちらでございます。あなたの仕事と暮らしの生産性効率をアップさせる iPad おすすめ周辺機器アクセサリーについてご紹介していきたいと思います。今日私が紹介するアイテムの中にはもうすでにたくさんの YouTuber さんが紹介されているものも出てきます。はい、それぐらいもういろんな方が紹介されるアイテムということはそれぐらい素晴らしいアイテムで使っていて損はないですよというものですね。まあ、そういった意味になるのかなと感じていますが、今回私が皆様に伝えたいのは実用性と生産性というところですね。前回の私アプリ紹介の動画でもお話ししているんですけれども YouTube 調べていただくと MacBook の使い方とか iPad の使い方って出るんですけれども、多くの方の視点がどちらかというとクリエイターとデザイナー視点で語られています。なのでそれ以外の職種の方からすると使わないアプリって結構多いんです。使わないし使いこなせないし使いこなす必要がないものって結構多いんですね。なのでよく言うんですよ、雰囲気でかっこいいなって買ったもののいざ仕事では使わないから YouTube とか Amazon プライム専用タブレットになっているとかね、これあるあるなんですけれども、その使い方は決して悪くはないんですがすげえもったいないんですよね。今回の企画は私がこの iPad を自宅でどのような使い方をしているのか、自宅で使用するにあたってあるとめちゃくちゃいいアイテムを紹介したいと思います。自宅で使う時と職場で使う時って若干アイテム変えてるんですが、今日は家で使う状況にフォーカスした内容になっています。ではまずは最初に私が iPad のキーボードとして愛用しているものはこちらタイプライター型レトロメカニカルキーボードというキーボードなんですけれども、見ての通りもう超レトロでもロマンあふれるデザインになっています。もう商品名の通りでレトロで何かこうワクワクしませんか。もう一目惚れしてこちらをね活用しているんですけれども、少しですねこのキーボードの魅力について迫っていきたいと思います。ではこちらのキーボードの少し解説をしたいと思います。私 iPad は純正のマジックキーボード持ってます。マジックキーボードは職場で愛用していまして、自宅ではこちらのキーボードを使っています。では私がなぜ純正のマジックキーボードよりもでかくて重くてかつ iPad の操作性が悪いこのキーボードを愛用しているかお話をしたいと思います。それはこのデザインと音なんです。ちょっと音を聞いてくださいね。いかがでしたでしょうか。このカタカタという音、この純正のキーボードとか一般的なキーボードでは味わうことができないこの打った時の音と感覚がすごく想像意欲とかテンションを上げてくれるんです。あと細かいギミックがあって、ここのレバーを押すたびに後ろの LED ライトがこのように点滅します。わかりますか。こんな感じ、常時ついているものもあれば、これ打つと打ったところが光るようになっているものとか、さすがにちょっとねこんだけ点滅していると仕事しづらいので、奥側にあるダイヤルを回転させるとこれオンオフすることができるんですね。このように切っておくことができるので、私はあんまりこのバックライト使うことないんですけれども、こう小さい頃にもう今は小さい頃ね、私が小さい頃にこの祖父母の家とかに行くとね、タイプライターってやっぱりあったんですよ。で、それめっちゃ触りたかったんですけれども、タイプライターってワープロができる前からするとすっごく高級品なので、なかなか触らせてもらえなかったんですね。なので、すごくタイプライターに憧れがあったというのはもちろんなんですけれども、隣のトトロのさつきちゃんのお父さんの部屋って皆さん想像つきますか？今の時代から考えたらとっても効率が悪いデスク環境なんですけれども、なぜかそういったアナログでごちゃごちゃしたものが好きなんです。
でもちろん仕事現場にこれを持って行って仕事をするとなると手間もかかりますし、仕事って時間に追われるので1秒でも早くタスクを管理させたい、そういったところから様々なノート術とかアプリケーションを駆使するんですが、自宅でゆっくり仕事するときはやっぱりこういう音楽しみながらじっくりと何か物事を考えたい、そういった思いからですね愛用しています。はい、ここのスリットの部分に iPad を立てかけることができます。このダイヤルは音量の大小をコントロールすることができます。そしてこちら左側のこのレバーですね、そしてこのレバーの奥にあるダイヤルを回転させると LED ライトの点滅をコントロールすることができます。またここのレバーを何回か押すとバックライトの種類を変えることができます。私は普段切ってますね。背面にはオンオフのマークと Bluetooth のペアリングスイッチがあって、そしてここには有線接続するとき用の USB が内蔵されております。構造的には一般的な Bluetooth キーボードとほとんど同じ構造です。ただ何度も言うみたいにこちらはマジックキーボードではない、純正では全くない位置づけにあるキーボードなので、 iPad を快適に操作したいという方にはおすすめしません。はい、絶対に、純正の方がいいです。ただ私のように音を楽しみたいとか記事を打つ方ですよね、じっくりと創作意欲を楽しみたいという方はぜひこれ愛用してみてください。生産性効率というのは確かにデバイスの機能、アプリケーションの機能、それにも左右されますが、自分自身が使っていて楽しいとかモチベーションが上がるというもの、モチベーションこそが生産性とか効率をアップさせる最大の武器になってきます。なので人によったら非常に不便なキーボードかもしれないんですけれども、これ自体に魅力を感じられる方であればすごく使っていてテンションが上がるキーボードではないかなと思っています。ではキーボードに続いて少し周辺機器ですね、紹介していきたいと思います。こちらはですね、私のガジェットポーチの中身でも登場しました、もう皆様も愛用されている名機ですね、アンカーさんのパワーコアフュージョンです。改めて紹介しておきますと、こちらはですねモバイルバッテリーと充電器の一体型モデルになっています。でこのアンカーのパワーコアフュージョンの魅力というのは10000mAh の大容量、ここです。やっぱり iPhone であればシリーズにもよりますが、だいたい約2回かな、2回の充電をすることが可能です。最大出力も 20W 出力になるので iPhone のシリーズ最速で充電することが可能です。ここのボタンを押していただくと、今いわゆるこの充電状態がどれぐらいあるのかというのも一目瞭然、今フルマックスですね。ぶっちゃけこのパワーコアフュージョンでかいんですよ、でかい。なので持ち運び面で言うともう少しコンパクトになってほしいなぁと思うんですけれども、これを超えるものがなかなかなくて、やっぱりなのでこれはもう仕事でも自宅でもユニバーサルスタジオ行く時にも絶対持ち歩いてます。アンカーのこのアイテムがなかったら超そわそわする、それぐらいめちゃくちゃ便利です。近くに当然電源があれば差しっぱなしでこれを iPad につないで iPad を充電しながらもこれをモバイルバッテリーに充電することもできますし、例えばもし何かテレビを見ながら作業したいな、周りに電源はないけど iPad のもうバッテリーが 4%、 そんな時はパワーコアフュージョンから iPad を差し込んでしまえば余裕で充電できるので、本当に電源を持ち運ぶイメージです。何度もお伝えしますが、社会人であればこれ1台持っとけレベルなので、それぐらい素晴らしいアイテムです。もうなくてはならないアイテムですね。そしてケーブルもアンカーさんのものを愛用しています。こちらはアンカーのパワーライン3の USB の C というものですね。これね、値段めちゃくちゃ安いんですけれども、コストパフォーマンスすごく高い。最大 60W の高出力に対応しているので、USB-C ポートから MacBook Pro などにもですね、もうフルスピードで充電対応ができるケーブルになっています。でね、安い USB ケーブルって見た目はおしゃれなんですが、断線すぐするんです。
ただこの商品は2万5000回以上の厳しい折り曲げテストに、まあ、いわゆる合格しているすごいやつなので、仕事にがっつり使っていただいてもそう簡単に断線することなんかないと思います。あと充電だけではなくてデータ転送スピードも非常に速いのが魅力ですね。ただね、これ素材なんですけれども Mac の純正のケーブルとよく似ていて、使っていくとね、こうちょっとねじれてくるんですよね。ねじれてるからといって断線しているわけではないんですが、どうしてもこのような状態になってきます。ただアンカーさんのこのケーブルの中でもパワースリーのもう一個ね、上の段階が確か出てるはずで、それを使っていただくといわゆるこの絡みがかなり少なくなっているはずです。私も買い替えようかなとは思ってはいるんですけれども、このケーブルがまだまだ現役で活躍してくれているので、必ず iPad の周辺機器だけではなくて仕事にもプライベートにもユニバーサルスタジオにも持ち運んでおります。このセットをぜひチェックしてみてください。続きまして、私が iPad で使用しているペンはこちらのペンでございます。こちらグージョドックさんのスタイラスペンなんですけれども、これはねついに来たって感じ。何が来たというかというと、純正じゃなくてこれでええやんというレベルなんですね。実は私別のメーカーさんのこちらスタイラスペンを愛用していたんですけれども、これはこれで良かったんですよ。全然問題もないですし、使い勝手もいいし、値段も安かった。ただ不便だったのが充電式。実際に純正の Apple Pencil はですね、 iPad にペタッとくっつけると自動充電されるんですね。それは内蔵されていなかったんです。ただ仕方がない、値段が安かったから。ただこちらのペンは優れもので、このように iPad の横にこうスライドさせると、わかりますか、点滅してこれ充電できるんですね。なのでもうこの機能が搭載された段階で純正買う必要ぶっちゃけないやんと思うレベルのペンでございます。よく皆さん気になるのって書き心地やと思います。純正じゃないペンの書き心地ってどうなのとか、書きづらいんじゃないのとか思うかもしれませんが、先に言っておきます。デザイナーさんとかグラフィックデザイナーさん以外の職種の方は基本そここだわらんでいいです。だって書くのが字だから、もうそれだけ。一般的な使い方であれば、グッドノートに会議の備忘録を書いたりとか、あとはメモアプリでメモるぐらいなんですよ。ってなってくるとペン先の書き心地なんか気にする必要なんてぶっちゃけないです。もしあなたがデザイナーさんとかグラフィックデザイナーさん、あとは漫画家さんとか、そういったものを志望されている方であれば、逆にも純正買うてください。書き心地なんて一般的な現場であれば気にする必要がないので、 Apple Pencil 高くて買えない、そんな方はですね、ぜひこちらのペンをチェックしてみてください。私がこちらのペンを差し込んでいるこれですね、このホルダーはですね、このチャンネルの視聴者様であれば 100% 見てると思います。ドレスコードの平岡さん、モノグラフの堀口さんが、まあ、実際に経営されている会社ドリップさんの製品ですね。発売後も速攻完売されると言われているこちらレザーのアップルペンシルホルダーを愛用しています。これがね、ようできてる製品なんですよ。レザーの経年変化はもちろん楽しめるんですけれども、多分ね、この厚みとか、いわゆるこのホルダーのここの直径ですよね。ここら辺はかなり細かく設計されていると思います。分厚かったら、いわゆるマジックキーボードにも干渉する可能性があるし、ここの直径があまりにも広かったら、ペンがしっかりとホールドできないはずなんです。なので企画段階でここら辺のバランスというのは非常に細かく考えられたのではないかなと思っています。購入段階で付属の両面シールが付いているので、それを貼っ付けるだけです。決してめちゃくちゃ強力なタイプではありませんので、無理やり引っ張ると取れはするんですけれども、むしろその両面テープの跡とかもそこまで残らないので気にする必要はないかなと思っています。こちらの商品も本当に買ってよかったのと思えるアイテムです。ぜひ皆様もですね、チェックしてみてください。
iPad のケースは ESR の iPad Air ケースを愛用しています。このケースも長いこと愛用してもうボロッボロなんですけれども、どういったところがいいのかというと、まずは薄い、めちゃくちゃ薄いので iPad に装着しても重さほぼ変わらないというところと、あと装着方法が非常に簡単で、iPad とこのケースを合わせるだけでマグネットでこれくっつくようになっているんです。わかりますか？こんな感じですね。デザイン性を損ねることなく非常にスタイリッシュに持ち運びすることができるのがこの iPad ケースです。で、今回私ね、ドリップさんのこのホルダーつけているので、ペンが落ちる心配はもともとないんです。ホルダーつけられていない方というのは、基本、Apple Pencil か、ペンを iPad の側面に磁石でくっついている状態だと思います。このカバーは閉めて、サイドにあるこのカバーをパタンとね、閉じるだけで、ペン自体をしっかりとホールドすることができるので、カバンの中に入れた時にどこ行ったというペンがどっかに行っちゃった問題を解決することができます。お値段も非常に安くて、何度も言うみたいに iPad のデザインを損なうことなく愛用することができます。もちろんスタンドを背面に折りたためばこのように自立させることができますので、 Amazon プライムで映画を見たり、あとは YouTube で動画を見たりすることも簡単にできます。カバーなしで使いたいときは iPad とケースを簡単に取り外しすることができるので、様々な状況に対応できる優れたこちらケースになっているのではないかなと思っています。iPad へのデータ転送はですね、こちら中林さんのカードリーダーを愛用しています。こちらが USB-C で、こちらが通常の USB ですね、A タイプになっています。はい。非常にこれがコンパクトで便利なんですね。もう使えるカードの種類はもう限られているので SD カードぐらいなんですけれども、ぶっちゃけこれ1個でこと足ります。今は一眼の写真を Wi-Fi で飛ばすこともできるんですけれども、何か SD カードからデータを転送したいときはこのカードリーダーが一つあれば非常に便利です。普段職場とかではアンカーさんのまた別のハブを使うんですけれども、自宅使いであればこれ1個で十分こと足りるのではないかなと思っています。汚れてしまった iPad の表面を拭くクリーナーとして愛用しているのが、ごめんなさいこれボロボロなんですけれども、こちら無印良品さんで販売されているメガネ拭きですね。これ愛用しています。私の過去の動画でも頻繁に登場するメガネ拭きなんですけれども、十分に iPad の表面の油汚れとか、あとはこういう指紋汚れもしっかりと拭き取ることができます。個人的に軽くて使い勝手が良くて値段もめちゃくちゃ安いのはこの無印良品さんのメガネ拭きじゃないかなと思っています。非常にしっかりと汚れを取ることができますので、無印良品に行かれた際はですね、メガネをかけていない方も iPad やスマートフォンにも活躍できますので、ぜひメガネ拭きチェックしてみてください。そして私は iPad を自宅で使うときも職場で使うときも必ず手元には手帳とかノートを置いています。対照的なものですよね。デジタルとアナログ、なんで使うのかというと、何かこうウェブサーフィン、何かインターネットで情報をチェックしたりとか、何か動画を見ているときにヒントとかアイデアって思いつきます。そういったものをパッと瞬間的に書くために必ずノートとペンを常備しています。いわゆる iPad を見ながらこちらに情報を書き込む、ネタを書くという作業ですね。何か手書きでブレストを教えるときに思いついたアイデアを iPad を使って情報をリサーチすることもあります。なので対照的なものにはなるんですけれども、 iPad からノートへ、ノートから iPad へ、この2つの間で思考をぐるぐると回すことがより仕事の生産性とか効率アップにつながってきますので、ぜひですね、何かノートとか手帳も iPad と一緒に持ち運んでください。というわけで本日は私が愛用している iPad の周辺機器アクセサリーについて紹介させていただきました。
いかがでしたでしょうか。決して iPad 全てがですね手帳より優れているのかと言われると私はそうは感じません。目的とかによってどっちがいいって変わってくるんですけれども、もうねやっぱり便利です。なくてはならないのが iPad。 ぜひですね今日紹介したような考え方使い方をしていただいて、カバンの中とかもしかしたら机の中に眠ってしまっている iPad 引っ張り出して、皆様の生活とか仕事の中で活躍させていただければと思います。また次回は仕事場での活用方法、周辺機器についても紹介できればと思っております。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。